はい、皆さんこんにちは。ドクターマッスル畑です。今日はですね、インナーマッスルを鍛えることで得られるメリットについてお話をしていきたいと思います。もうね、インナーマッスル、その名の通り、奥の筋肉、深層の筋肉ですね。で、それに対して、アウターマッスルっていうのが表層の筋肉。で、よくトレーニング、ボディメイクやダイエットにおいて、インナーマッスルがすごく大事っていうんですけども、それがなぜかということを今日は簡潔に大きく2点お話をしていきたいと思います。まず1つは姿勢が良くなる。で、具体的に言うと姿勢が重力環境下において重力に対抗するようにギュッと上に、延直入る垂直方向にギュッと引き上がりやすくなるっていうのが1つあります。これボディメイクにおいてとても大事で、ボディメイク、ダイエットもそうなんですけども、やっぱこんな猫背で痩せたい方とか、猫背になりたい方はすごく少ないと思います。どうせならいい姿勢で痩せたいとか、ボディメイクでも、例えばね、ヒップアップしたりとか、足痩せしたり、バストアップしたりっていうのも、全部ね、やっぱ姿勢が、まず土台となるべきなんですね。例えば、このように、猫背だとバストもダウンしますし、呼吸も吸いにくくなります。換気の呼吸の効率も悪くなりますし、こういう猫背だと骨盤が後傾して、お尻の筋肉も使いにくくなる。重心も後ろにね、移動して、お尻の筋肉が日常で使いづらくなるんですね。なので、これを姿勢を引き上げる作用の、このインナーマッスルを鍛えることで、ボディメイク、ダイエットにも効果的になるということですね。このインナーマッスルは、例えば、腹筋の奥の一番筋肉ですね。腹横筋っていう筋肉が、肋骨と骨盤をこう結ぶように、こう、コルセット、着物の帯のように横についてるんですけども、この筋肉が、他のこの骨盤の奥の筋肉とか、この中の横隔膜と一緒に働くと、コルセットがギュッと締まってきますね。締めたように働きます。締めたように働いて、体が上にね、コルセットが紐の帯をギュッと巻くと、ギュッと上に伸びてくる姿勢が良くなると思うんですけども、そういう作用があったりします。なので、特に体幹のインナーマッスルを鍛えることで、姿勢が良くなるというのが、まず第1のポイントです。第2のポイントは、怪我のリスクが少なくなる。関節の安定化にインナーマッスルは働きます。で、例えばですね、股関節は、こう、丸い球に、こう、ガボッとこうね、大腿骨と骨盤の受け皿に対して、大腿骨という丸い球がはまっているような関節なんですけども、この関節が、球関節といって、この丸い球が骨盤の受け皿に入っているんですね。この入っている中で、インナーマッスルは関節を適合させる、求心的に適合させるような役割があります。で、関節、インナーマッスルっていうのは、関節の近くに、ね、位置する筋肉なので、関節の安定化に働きやすく、肩関節においても、求心的に働きやすくなります。インナーマッスル自体は、肩においては少しね、下に引き下げるような作用もあるんですけども、この三角筋っていって、この肩の表層の筋肉が上に、上腕骨というこのね、腕の関節、腕の骨を上に引き上げるのに対して、インナーマッスルが下に下げて関節を安定化させる役割があります。ので、足首もそうなんですし、もちろんね、太ももにも中間後筋というインナーマッスルがありますし、インナーマッスル自体は関節を適合させる役割があるため、関節をね、保護するというか、正しい方向に動かす役割です。なので、トレーニングしてよくね、ベンチプレスをして肩が痛いとか、スクワットして腰が痛いという方がいらっしゃるんですけども、そういう方ではインナーマッスルに対して、外のアウターマッスルが過剰に働いているということも考えられますし、実際にそうであることも多々あります。インナーマッスルのメリットは今日は2つですね。これ大きな要素。1つが姿勢を良くする。これボディメイクダイエットにおいて必須。どんなボディメイク目的においても姿勢は土台となります。で、もう1つが、怪我のリスクを少なく関節を適合させる作用がインナーマッスルある。で、ちなみに補足なんですけども、インナーマッスルのデメリットというと、あえて挙げるならば、大きな力を出しにくいっていうのがありますね。なので、これはね、表層のアウターマッスルが大きな力を出す、一番のメリットなんですけども、インナーマッスルに関しては大きな力を出せない代わりに関節の安定化だったり、姿勢をね、保つ役割があるということですね。なので、要約すると、インナーマッスルを土台として、その上に、土台となるインナーマッスルの上にアウターマッスルを強化していくと、私はいいと思いますし、アウターマッスル優先的にやってしまうと、どうしてもね、姿勢をちょっとおおらかになったりとか、気がのリスクも増すので、インナーマッスルは必ず私は入れるようにしております。ボディメイクにおいてもとても大事です。はい。じゃあ今日はインナーマッスルを鍛えることで得られるメリットについてお話ししてきました。具体的なね、インナーマッスルトレーニングについてはまたいろいろご説明をしたいと思います。では今日は終わります。また明日お会いしましょう。さようなら。